パフォーマンス甲子園は全国から予選を通過した15チームが出場します。出場されるチームとは今オンラインでつながっています。さあ皆さん、こちらの会場見えてますか？あ、こちらはよく見えてますよ。さあでは出場チームをご紹介してまいりましょう。まずは午前中に登場する8チームです。トップバッターは石川県金沢北陵高校、初出場です。愛媛県済美高等学校、松山老学校の合同チーム、それぞれ4回目、3回目の出場です。石川県辰浜高等学校、8大会連続出場、第1回の優勝校です。鳥取県鳥取老学校、5回目の出場です。鳥取県境港総合技術高等学校、6回目の出場です。愛知県桜花学園高等学校、2回目の出場です。熊本県熊本老学校、7回目の出場、第3回の優勝校です。そして午前中最後に登場する岡山県明誠学院高等学校、2回目の出場です。続いて午後から登場する7チームご紹介していきます。午後のトップバッターは沖縄です。沖縄県まわし高等学校、8大会連続出場、第5回6回の優勝チームです。愛知県共和高等学校、5回目の出場です。埼玉県坂戸老学園、2回目の出場です。奈良県奈良県立老学校、8大会連続出場、去年の優勝チームです。青森県青森老学校、初出場です。鳥取県鳥取城北高等学校、6回目の出場です。最後に登場するのは神奈川県横浜南陵高等学校、4回目の出場です。以上、本大会に出場する15チーム登場順にご紹介しました。手話の聖地鳥取県から発信する全国の高校生の素晴らしい手話のパフォーマンスをご覧いただきたいと思います。